本日の株主優待制度が更新された銘柄を紹介します。銘港海運は毎年3月末時点で300株以上保有する株主を対象にオリジナルカタログギフトから選べる株主優待制度を新設すると発表。保有期間と保有株数に応じた線から6000ポイントが付与され、2年目以降は半年以上継続保有が条件となります。オープンドアは毎年3月末時点で100株以上保有する株主を対象に一律1000円分のクオカードを贈呈する新制度を発表しました。AFCHD アムスライフサイエンスはグループの飲食店で利用できる食事券や割引券を現行の株主優待に追加すると発表しました。保有株数に応じて割引券を年間1万円分もしくは食事券を年間1万円分贈呈します。 STI フードホールディングスは6月末の株主優待を廃止し実施回数が年1回になると発表しました。新たな制度では毎年12月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主を対象にします。セルシスは株主優待制度の条件を変更し保有株数の要件を100株以上から200株以上に引き上げることを発表しました。城南新学研究者は新たな株主優待制度を発表しました。新制度では1年以上継続保有が条件となり毎年3月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主に一律1000円分のクオカードが贈られます。平和は2024年3月末時点で200株以上保有する株主に対しゴルフカート用のプールカート無料券を追加で贈呈する新制度を発表しました。強力メンテナンスは株式分割後も保有株数の条件は100株以上を据え置くと発表。また長期保有株主優待の対象を保有株数100株以上に拡大し400株以上保有者に贈呈する割引券の枚数を増やします。2024年9月末から適用されます。ローランド D.G. は MBO の成立を条件に株主優待制度を廃止すると発表しました。